はい、やってきました。はい、これは何でしょうか。これはバラです。はい、バラの剪定は2月に行います。はい、でなぜかというと、まあ、その後新芽が伸びてくるので、はい、バラは新芽に花を、丈夫な新芽に花をつけるので、はい、2月に剪定をします。はい、で大体3分の1ぐらい、高さの、はい、3分の1ぐらいのところで埋めます。はい、でやり方はこのバラには節がこうあるんですけれども、はい、その節から芽が出てくるので、その芽の上、なるほど、切ります。はい、そこで切る。ここで切ります。これは節っていうのはこの、これそう、ここの線が、ここの、うん、ここにも節があるんですけど。なるほど。そう、ここに。なので、それはどの辺で切るか。これはここですね。はい、でなぜこれここで切るかというと、はい、この芽が外側にこう出てるんですね。あ、出てるね、ちっちゃいのが。なので外側に枝がこう伸びてくるので、外芽で切ります。ほう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 。例えばこっちの内側の芽の上で切ってしまうと、こっちに芽がこっちに出ちゃうので、そうすると枝が混み合ってしまうので、うん、なるほど、外芽でカット、こんな感じで。おお。あと、もう茶色くなってる枝はカット、切っちゃうと。切っちゃいます。で、こっちも、伸ばしたいところの枝を想像して、はい、まあ、ここに芽があるので、この上でカット、はい、カット。なるほどね。今はないけど成長した後をイメージしながら。そうですね。でこの枝もイメージして、はい、まあ、ここの芽の上で、外向きに出てる芽を、そう、ここでカット。はい、ここでカットしました。はい、でこういう 茶色く枯れた枝はもう元からカットしちゃいます。どんどんカットしていきます。でこれも、こっち側の芽ですね。節が、あ、あるね。この芽の上でカット。はい、カット。これも芽の上でカット。はい、これもここに芽があるので。どこどこ？あ、あるね。ちっちゃいやつが外向きに。外向きにこの上で。はい、芽からだいたい1センチぐらい上でカットしてください。はい、ここが1センチぐらい。あまり芽のスレスレで切ってしまうと、その芽が傷んでしまうので。あ、そうなんだ。1センチぐらい上でカット。これも同じく外芽の上でカット。はい、ね、もうここかな。伸ばしてあげるので、あ、このちっちゃい芽ね、うん、そうそうそう、その上でカット。なるほど。これもここから出てるので、はい、ここから出るようにカットと1センチぐらい残して、カット。これもここですね。あ、はいはい、ここにちっちゃい芽があるので、うん、その上でカット。なるほど。はい。